本日はクアオルト琴岡コースへやってきました入り口には立派な休憩所がございましたひとまず出発しますしっかりとこうして看板を用意してくれておりますこちらが入り口になっておりますので今から入っていきます クマさんのところにお邪魔しますのでちょっと音を立ててから行きたいと思います落ち葉がふかふかして気持ちいいハイキングコースとなっておりますカモがいたようですが騒いでしまったためにどっか行っちゃいました ちょっとぬかるむ場所はこうして木道が整備されておりましたありがとうございますミラーレーク鏡のように看板が写っております桑の湧水濃い金魚と書いてありますね湧水で 水車を回してなんか発電でもしてるんでしょうかあこっちは獅子おどしいい音が鳴ってまーす高山植物の名前がここにいろいろと書かれていますので 春になればお花も見られるようですちょっと寄り道をしていきますあここも少女バカマやウラシマソウ一人静かなどなどいろいろと高山植物が咲くようですクワウト冬季コース夏コースがあるんだろうか 野球お手前の広場の横を通り過ぎてまた森へと入ってきまーす白樺の道という名前がついているだけあって目の前に白樺が生えてます坂を上りきったところからはきれいな景色が見えておりますあれは八郎方ですね からはか風の道そして再びえー、左に沼を見ながら住んでおりますと笑いの森っていうのが出てきましたなんかいろいろと。 面白そうだねここ「笑う角には服来たる」確かにいいことですね「鬼太郎通り」「姫茶が」「群生地」さすがにこの時期は咲いてないですね「鎮イ合体銃なんか。 二つの木が絡ままり合ってますねこれ違う木かな同じ木かなせっかく登ったのに降りてきてしまいましたあこれが中学校の体育館かな松風の道 うん、なんか待つのいい感じで夕日もいい感じになってきたなここからは沼の横を進んでいきまーすあっ今度こそカモがいっぱいいるぞー近くに寄ってきてくんねえなあ沼沿いの道は しっかりと整備されていてとても歩きやすく水鳥の羽音などが心地よく聞こえてきますいい感じで綺麗なとこです沼のそばがとても綺麗です 夕日が沼に移ってこちらもとても綺麗です、えー、沼から離れて古東家の総合体育館に向かって登っていきます総合体育館の横の歩道を歩いておりますとお休みどころ何だな おちゃんとしたものが作られてるすごいな再び車道から離れて森の中へ入ってきまーす森風の道そして天空の森と呼ばれる森なんですね入ってきまーすお栗がいっぱい落ちてるってことは熊がいそうで怖いでーす夕日を見ながら 山を登ってきます第一展望台お、なんか矢倉が見えてきたぞすごいなすごい立派な展望台があるので登ってみたいと思いますよいしょ うんおーすごいちょっと分かりにくいですが遠くは白神山地からぐーっと来てこちら八郎方そして大型村がよく見えてます、えー、また森の中へ戻っていくので。 出してから行きます先ほどなんか木が削られたような跡があったんでひょっとしたらなんか動物がかじったような感じなんですかね、えー、ちょっとドキドキしながら歩いておりますおい北太郎ポイント どういういこと下りが始まったところをしっかりとこうして階段が整備されております土砂が流れても大丈夫なように土の方までしっかりしてくれてありがたいですい視界が良くないところは気をつけろって言われたけどね、まあ、出会い頭で熊と出会ったら危ないでしょうね えー、車道とぶち当たってここから戻ってきまーすまたまた沼のところまで帰ってきました鳥が逃げちゃったでずーっと最後は琴岡中学校の。 横を踊ってまーす約1時間ほどでゆっくりと一周してきましたなかなか変化もあって楽しいコースだったのでまた機会を作っていきたいと思います